日本埼玉県埼玉市見沼区、深作深作は、埼玉県埼玉市見沼区の町名及び大技。現行行政地名は、深作1丁目から深作5丁目及び大技深作。住居表示未実施地区。郵便番号は337-0003。本校では、かつて同地域に存在した北立群、深作村についても記す。 埼玉市見沼区北端部の中石平野に位置する。西で、春岡、島町、東大宮、丸ヶ崎町に、北で丸ヶ崎、春野に、南で、卸町、宮ヶ谷島、小深作に、東で、岩月区岩月、美濃は、平林寺に隣接する。大ね綾瀬川の岸にあたり、深作川、見沼大用水島園と、国道十六号が縦貫するほか、 埼玉県道322号東門前、蓮田線が通過する。深作東部土地区画整理事業により、大技、深作の一部から深作一丁目から三丁目が成立した後、同区域と岩月区に挟まれた区域に深作四丁目、五丁目が設置され、残部が大技深作として現存するが、大技部分は相次ぐ、町名変更により飛び地状になっている。 かつての深作村の全域が深作沼に付随する湿地帯であり、田植えも工作船を必要とした。現在、一部を残し深作沼は埋め立てられ、宅地が造成されている。また、綾瀬川沿いに自然堤防があり、そこに丘の楽と称される江戸期からの集落がある。見沼大洋水島園の直下に活断層の綾瀬川断層が存在するため、 用水路を境に、高低差がある。また、見沼大用水桃園の流域に沿って、緑のヘルシーロードが整備されている。国土交通省地下工事1212とにもに2016年1月1日時点、綾瀬川の狭間にあったことから、元は、江戸期より存在した武蔵区に足立軍安部領に、属する深作村であった。古くは、 武蔵岩月領に属し岩月城主大田氏の家臣である八木橋大前の所有であったと言われている。村高は昭法年間の武蔵国田園坊では1,107国余り、元六号町では1,295国余り、天保号町では見沼大洋水の改作によりあやや、減少し1,160国余りであった。スケ号は、 日光大成街道岩月塾に出役していたが、漢方法歴年間は中仙道大宮塾にも出役していた。火星期の世帯数は150件で、村の規模は東西30町南北15町余りであった。地政的に、綾瀬川に近く、たびたび大水の被害に見舞われていたという。2017年9月1日時点の世帯数と人口は、 以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。長域に、鉄道は付設されていない。最寄り駅は、JR 宇都宮線東大宮駅及び東部、野田線七里駅であり、全車は、深作山丁目39番9の地点より 3.0km の地点にある。深作村に関するカテゴリー、ありがとうございます。